よし、時知らずの危険度マックスやっていきますよ。よろしくお願いいたします。さあ京都よろしくお願いいたします。さあ僕の時知らず危険度マックス初ですね。はい、しかも私ですね、スプラトゥーンは3から始めた人間ですので、時知らず自体今日初めてなんですよね。さあそんな時知らずの危険度マックス頑張ってやっていきましょう。さあいきなりキュルキュルいってますね。これはラッキー。さあ開幕めっちゃラッキー。さあここはカモンをして集めていく。さあちょっと雑魚シャケが多いですが、この辺ちょっと、いやほい、これはちょっとこっち来て軽く殴る、殴って持って帰れるといいかな。ほい、さあせっかく来たので開けてから帰るが、向こうでしたね。ほい、さすがにここ終わりたい。ナイス、オッケーオッケーオッケー。まあ、基本的にまずはしっかりと開けていくところなんだけど、ちょっと味方さんが倒れてるのでしっかりと救ってから。いやー雑魚が多いな、ここはね。ただ今回の武器編成的に雑魚やりは結構できるんで、そんなには心配してないですが、とりあえず早く納品だけはしちゃいたいですね。納品というか30個入れていきたいんですが、ちょっと足りないかな、もしかして。ほいほい、よし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 、足りますね。で、向こうか、行ってくれてるんで任せよう。今回は先にこの辺溢れないようにしておくのも大事かな。はい、向こうからおそらくこっち側に鮭が走ってくるので、走ってきたところしっかり買っていきましょう。いや本当はね、乱獲したかったらね、そうは言ってられないと思うんですけど、今回はこの立ち回りでいいかな。オッケーオッケーオッケー。さあ今回は危険度マックスクリアをまず目標にね頑張っていきたいので、まあ、無理なくしっかりとね、まずは納品進めていくところからやっていきたいですね。事故をなるべくなくす動きができたらなと思っております。さあ1ウェーブ目はクリアですね。オッケーオッケーオッケー。さあいきなり割とあれですね、優しめの難易度のステージから来てくれたので助かりました。よし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 。お、艦長、艦長もね結構ね、このゲーム、おっと夜だ、マジか。いきなりぬるいぞこれは。乗っていいかな俺、乗る、あー乗ってくれたね。よし、じゃあ任そう。どっちでもよかったんですけど、基本は寄せてからにはしたいんだが、割と前目で倒してるな。寄せないかな、できればね。寄せられると非常に納品しやすくていいんですよね。でこの武器ちょっとインクロックが大きいので、できればフィンセントは乗りたかったんですけど、まあ、味方さんが乗りそうだったんで、ここは譲ってみましたといった感じですね。インクロック強いとねちょっとしんどいんですよね。いくら投げが他の武器よりできないんですよ。うん、ここら辺もうちょっと欲しいな。ちょっとカモ押してみようか。ここにめっちゃ落っこってるんで、これをね本当はこうやって送りたいんですよね。送りたいんだが、ちょっとなんか大丈夫かなこれ、めっちゃ不安だよ俺これ。よいしょ、いや納品が進んどらんな、ちょっとバカし不安だなこれ。うわーちょっと待ってくれ、あー待ってこれやばい、危ねえ危ねえ、ちょっとやばいかこれ。マジこれ待って、やばくない？あぶねー、あるある、弾はある、あぶねー。いやーちょっとこれは危なかったですね。どうすればよかったんだ、なんかあんまり大物が倒せてなかったよな。あそこ右ちょっとカモン僕が押したタイミングで多分結構打ち込んでほしかったんですけどね、あんまり右が見れてなかったかもしれないな。はいはいはい、まあ何はともあれクリアですね。あそこはもうスペシャル使うしかなかったんで、サメもったいなかったですが、しっかりと使っていきましょう。さあまず初動はちょっと寄せていきたいんだが、いやーめんどくさいな、柱がね結構今日の編成ね難しいんですよね。さあ最初のね遠くに落ちたやつはできればね1個投げて1個拾っていきたい。これで割とクリア率上がると思います。うまっ、今多分肩パワンパしてたね。
だこの辺の雑魚はこのモップリンという武器は結構できるんでやっていきたいが、インクロックが激しすぎてなかなか入れられてないボムが、いやーこれもしかしてこうかな。オッケーオッケーオッケー。でこいつはさっさとやっちゃわないとたまる。これちょっと納品手が足りてないな、まあ、遠くにちょっといろいろ出てるんでしょうがないんですけど、スペシャルとか、あいいそれすごいありがたい、ナイスナイス。今みんながスペシャル使ってくれてるんでここ納品時ですね。僕はちょっとサメは使い切っちゃったんで、でモップリンはねこのこいつ結構やれるんでしっかりとやって納品もそんな辛くなさ、あの右奥のタワーちょっとやだな、あそこのタワーやりたい、あーやれんか、これはちょっと行こうか。やべちょっと待って、インクほい、これ落とし色だけでも結構違かったりする。あナイスナイス、よしこれはちょっと味方さんがうまく立ち回ってくれたね。オッケー、よし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 、さあ私のモップリン、モップリンじゃない時知らずね、危険度マックス初プレイはしっかりとクリアすることができました。ちょっとね第2ステージというか第2ウェーブ結構ぐだっちゃったのがちょっと危なかったですね。しっかりとねあの艦長の大砲ですね勉強していきたいと思います。ということで2試合目いきたいと思います。よし2試合目よろしくお願いします。今回ですね毎回全試合部屋替えをして行っておりますので、まあ、時々同じ人と当たることもあるんですが、基本的にねいろんな方とマッチングしている感じになりますね。さあよろしくお願いします。完全に野良カンスト目指して頑張っていこうと思います。さあまた夜ですね、さっきも最終夜だったな。ここを塗っとかないとマジねあの光は死ぬことが分かったんで、ここはしっかりと塗っていくんですが、運び屋ですね、運び屋意外とね満潮じゃないと難しいっていうことがさっき分かったんですよね。はい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 、運び屋がねてか僕スクイックリンがちょっと苦手なんですよね。ミスった、ミスった、ミスた、やばい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 、はいはい、ナイススペシャル。いやここね意外とそう難しいんだよね。プレーターザコは結構やれるんでしっかりやっていきたいんだが、ちゃんと本当は弾も運びたいんだよな。メガホン使わしちゃったな、これちょっと俺の動き良ければメガホン使わすとこまでいかなかったと思うし、ちょっとごめんなさいって感じですね。ほい、本当はねいくら投げをあの運び屋のあのシャケコプターにぶつけたいんですよね。それが一番効率よくて、こんな感じで落とす声もそうだし。さあこれはまああれですね、メガホン使ってくれたおかげでクリアって感じですね。メガホン使ってなくても間に合ったとは思うけど、あのメガホンはすごい助かったねやっぱ。がこれ以降のウェーブメガホンが1個減ってる状態なので頑張っていきたい。いやしかしファーストウェーブ毎回あの夜が来るの結構楽ですね。よし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 、おまた艦長だ第2ウェーブ竜巻。これはねすいません、なんかいきなりね最初の2本の動画はちょっとぬるくて申し訳ないんですけど、まあこれもね時の運ということでいただきましょう。ちょっとねあの途中満潮に偏った時期があったんで、まあこういう時期が来るのもいいんじゃないかなと個人的には思っております。ほい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 、よしここはね特に今特筆事項ないですね。とにかく投げましょうっていう、まあいいわ、今回の編成的には僕がこの辺のシャキやってあげるのがいいのかな。あとはここもできればいくら投げの時にと思ったけど外したね。いくら投げと同時にダメージ与えるのがいいって言おうとしたんですけどめっちゃミスりました。さあ全部入れると50個なのでしっかりと50個まずは入れていきたい。でワンチャンなんか余裕ありそうだったら2つ目いきましょう、まあ、今日もねあのクリア優先でちょっと動こうかなと思うんで、無理して最初から2つ目の箱開けに行っちゃうと事故る時がたまーにあるんですよね。
なんでちょっと今日はちゃんとクリア優先でまずは動こうかなと思います。おそらくね、他に野良でね、あの共闘していただいてる皆さんも今日はさすがにね、完走目指してやってる方が多いと思うんで、邪魔しないように今日はしっかりとクリアをね目指して頑張っていきたい。今日はというか、まあいつも基本的にクリア目指してるんですけどね、ただちょっとリスク取ってもいい場面はリスク取ったりはしてたんで、今日はこんな感じで立ち回っていきましょう。おい、ナイスでーす。え、あれちょっと待って、スクイックリの人納品忘れてるけど、なるほどね、いいじゃないですか。あえて最後に入れるタイプの人でしたね。さあいいですね、これはかなりスペシャル温存できたし余裕ありそう。通常昼、これはいいんじゃないですか。ジェッパですね、ジェッパ、ジェッパ肉はさすがに強いな。お、これ俺行ってこようかな。これついでだから柱もやってきちゃおうかな。そんなに今忙しくなさそうなんで柱もやってきちゃいます。で最初は1個投げて1個持って帰るぐらいの気持ちで、ほい。さあしっかりとカゴ周りに加勢していきましょう。あのテーテルさすがに俺やりたい、さすがにこれ俺いいよ、任せて。モップリンは他にやることこの編成いっぱいあると思うんで、ちょっとナイスダム反応忘れたな。ナイスダムじゃない、爆弾。ジェッパどこで切ろう、あれ届くかな。あ、届いた、よし。あ、この爆弾もやっちゃいたいけど、ちょっとなんか違う、早く起動して、ほい、助けたい、よし。当たったかな、ヘビ、ヘビ当たってないか。いやでもちょっと余裕あるなこれは、さすがに。あーでもなんか割と死んでるんだよな味方が。どうしよう、タワーで使うか一旦。ほいほいほい、やべえ、てか納品が間に合ってねえ。いやでも弾はあるな、弾はありそう、弾はあるんで割と大丈夫だとは思う。危ねえ、意外と最後ギリでしたね。ナイス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 。まあやっぱね、スペシャルがいっぱい余ってたんで、最後もうカゴ回りスペシャルのご利用しができたんで、それが強かったですね。よし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 、危険度マックス、僕の人生2度目時知らず2度目しっかりとクリアということで良かったですね。さあ一応リザルトも軽く見てみましょう。いやみんなね、いいバッチつけてますよ。僕時知らずちゃんとやってきたよってバッチだけ今つけてるんですけどね。さあ今こんな感じですね。お、俺ノーデスだ、さっきの回もノーデスだったんでいい感じですね。もうちょっと納品伸ばしたいけど、はい、いいんじゃないですかね。さあ次行きましょう。よーし、残り3回なんでね、頑張っていきましょう。実はですね、ちょっとこの前にですねグダってしまったので、かなり時間かかってここまで来ております。ということで今950なので残り3回クリアすればという状況です。さあ満潮はここ塗っておきたい。夜か、オッケーオッケーオッケー、夜はねここ塗っておくのマジで大事で、いやーどうだろう、霧か、霧ね、オッケーオッケー、そのままかなり強いぞ霧は。とりあえずまずは第1ウェーブ第2ウェーブで死なないこと、これ大事。第3ウェーブまで行けばなんとかなったりするんで、ほい、オッケー、まずは無難にコウモリを落としていく、これ大事ですね今の。いやーこっちもできればやりたいけどやりきれんか。あーまずいまずいまずい、インクがやばい、ちょっとごめん、本当にごめん、インクがねダメでした。マジでマジでね、霧は本当に処理優先で動いて大丈夫なんで、とにかく倒せそうな敵はもう バチボコに倒す。イクラはね意外となんとかなります、こいつがいるんでね。よし、そうそうそう、これはちょっと向こう行くのあり、やばいやばい、こっちで死ぬのはまずい。いや今コウモリそうだよね、先にコウモリ倒すより行かないとダメだった、これまずいな普通に。ナイス、マジでナイスすぎる。いやこれ片翼だけでも落としとくのありありあり。危ない危ない危ない、これは振ってからそのまま置いとこう。でもなんか意外と弾は入ってたから
いやー、いらなくった説もあるな。これで向こうに行ける人は行っちゃうのもあり。こっちで生存すれば勝ちなんで。オッケー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 。霧はね、マジこれでも全然いい。一応倒しとこう。オッケーですね。ナイス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 。まあ本当はフィンセントね、こっち残ってた方が良かったんだけど、まあソナー置いて、今のは生存でも良かったかな。いや難しい。何が正解。よし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 。でかすぎるこの竜巻。この竜巻はマジででかすぎる。さあ左側ですね。ちょっと遠い方でしたね。さあ現在ね、時刻は深夜の3時ぐらいになってきましたね。明日朝から僕は会社に行く予定なんですけど、大丈夫かな。このあとね、この動画をね、編集、まあ編集ってほど編集今回する気ないんですけど、まあちょっとね、動画の切り張りをしないといけないんで、ちょっと大変ですよ。あとサムネイル作りか。なんでちょっと忙しいですけど、まあね、今回はちょっと一大イベントということでしょうがないですね。頑張っていきましょう。ほい。オッケー。さあ全部取り終わりましたね。ほい。ほい。ほい。なるべく奥目のやつから本当は拾った方がいいんだよね、こういうのは。あとこういうね、取りづらいところ。ナイス、スクイックリン。とりあえず納品完了を。さあ一応残り全部ね拾っていきましょう。ほい。やばい、危ねえ危ねえ危ねえ。さあ50個納品入ったんで、塗りが強い武器は塗りに行くのもあり、モップリンとかね。さあ僕も軽くちょっと塗りに行きましょうか今回は。よし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 。これはね決まったかもしんない。いいね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 。よし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 。いやー早く決めたい。残り3試合でマジ決めたい。頑張ろう。さあモップリンですね。通常ウェーブかな。さあ通常ウェーブ。対岸にね逃げるっていう作戦は確かにたまにはありなのかもしんないよな。ちょっとやってて思った。さあということで右側から来てますね、コウモリ。大物が全然来ないぞ。パッとなんか見てくれそうな雰囲気なんで僕はこっちをやる。片翼残ってるか。オッケーオッケー。まあ片翼残しは全然あり。お、スペシャルいいね。みんな偉すぎ。オッケー。さあ1個拾って戻ってこの辺の敵倒す。テーテル残しはマジで危ないんでさっさとやる。ソナーまだ置くほどのあれじゃないんだよな、状況が。奥が辛いか。あっち行くか。あ、やばい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 、危ない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 。ただ弾がそんなにいっぱいあるわけじゃないので、ちょっとちゃんと拾いに行かないとダメですね。置いとくか一応。あ、ちょっと早かったな今の。はい。いやでも状況悪くないですね。むしろいいまである。一人どっかで味方さんが倒れてる音がする。あ、待って、めっちゃ外した。わー、なんかめっちゃスペシャル余ってる。霧でだいぶ温存できてたんだな。ありがてー。よし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 。ほい。オッケー。お、そして動画で初のタツが来たな。オッケー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 。やろう。あ、じゃあ来なかった。いいねいいねいいね。とりあえずオッケーですね。よし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 。この調子でやっていきますよ。よし、危険のマックスやっていきましょう。現在伝説970ということで、まず少なくとも第1ウェーブは突破したい。一回ね失敗するにしても第2ウェーブ以降であればカンストにね、支障はそんなに出ないかなというところなんで頑張っていきましょう。さあナイスが飛び交ういいチーム。さあやっていきましょう。通常ウェーブですかね。
棒人は強いんだけど若干火力というか、あの違う、塗りが弱いんだよな。火力は十分強い。さあちょっと今ごめんなさい、イヤホンが絡まった。シーラーは登ってくれてるね。やば、俺なんかやることねえんだけど。いや、これやりたい。よし、これちょっと殴れたんでかい。うわー、待って、味方がいるもんだって想定で動いちゃったからちょっと危なかったな。ほい、あーでこれはやりに行こう。雨雨危ねえ。いやー、いくら持ってきちゃったな。あ、パッドもやりたいな、これ。あぶね。くそ、完成キャンセルに使おうと思ってたボムをそのまま出してしまった。はい、あー、いやー、こういうのもったいないな。よし、でタワーは積極的にゴーニーが動いてって、これも落としたい。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あー大丈夫かこれ。あぶねえ。ちょっと待って、なんでかハマっちゃった、ごめん、本当にごめん。いやー、すいません。一応弾はあるんで。あ、そんなナイス弾、偉い。お、てか待って、ようつべがいるじゃん。これは入れる。ちょっと待ってね。ほい、オッケーオッケー、あぶねえ。ほい、セーフセーフセーフ、ナイス。よし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 、ナイス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 、クリア。いい感じいい感じ。ヨウツベ勢がいるぜ、ヨウツベ勢が。よし、さあこれも通常かな。サメマジ難しいな。サメサメでも使う場面あったよな。ちょっと積極的にサメは入っていこう。とりあえず第1ウェーブ突破したので、まずは9大点。俺かな。あー、ちょっと待って、誰かんとこにモグラ行っちゃったな。来た来た来た、ナイス。さっさと入れる。ちょっと時間ありそうなんで拾っていこう、こういうので。パッと見えたからさすがにちょっとまずいということで、片翼入れたい。 OK、 片翼残しはマジであり。このこいつ倒せる。で、テーテレやっちゃいたいな。よし、テーテレやった。あ、ここだろ、サメ。爆弾もやりたい。よし、天才的なサメを撃った。これは合格ですね。ほい。あー、ごめん、もう一個見えてなかったか。あれ、なんでこんなに弾ねえんだ。大丈夫か、これ。めっちゃ心配になるんだけど、これ。持って帰っちゃうよね、それ。おい、弾がねえ、マジ。いや、大丈夫、いいんだけど弾がないんだよな。いや、こいつこいつ連れて帰ろう。こいつ連れて帰れば3個あるからいけるはず。オッケー、あぶねえ。ナイス判断。奥行きたいとこだったけどやめて、モグラを連れて帰ってきたのはいい判断だったんじゃないかな。よし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 、だいぶゴールが見えてきた。夜かな、いや違う、昼だ。やっぱね、こっちの方が暗いんだよね。暗くてね、すげえ夜に錯覚することがある。いやー、さっきのサメ良かったですね。サメあんな感じでしっかりと使っていきたい。取っちゃった。いいね、スペシャル余ってるタイプだ。よし、これはいけるぞ。あ、なるほど、これは一旦上登る。危ない危ない。ほい、よし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 。OK。 あー、一発しか入んなかった。ナイス、スペシャル。ほい、濡れてんのでけえ、ここ。あ、待って、こっち濡れてない。
2枚抜き成功。あー、モグラは入らず。だから弾はいっぱいある。いやー、ナイス弾とか欲しい、めっちゃ欲しい。なんでもいい、トルネードとか。とにかくね、状況さえ良くなればめっちゃ入れられそう。手が足らん。うわー、ごめん。いや、ごめんだけど、これいけるんじゃないかな。いけそういけそう、マジでいけそう。ナイス、いった。よし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 、逃げろー。オッケーオッケーオッケー、よし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 、ナイス。お、たっちゃん来ましたね、ヌートバー選手。オッケーオッケーオッケー、よし、これで俺も990になるし、タツもね倒してラストのケーキ漬けといきたい。よし、頑張るぞ。ほい、おお、まずしばく。ああ、よし、初手しばけたんでかい。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。ここはちょっと横から。オッケーオッケーオッケー、テーテルもやっちゃおう。テーテル残ってると結構だるいかな。やべえ、これ。オッケーオッケーオッケー、うまく帰ってこれた。いや、モグラ俺ついてくるから一旦やっちゃうぞ。はい、オッケー。ちょ、全然タツに絡めてないけど、外した。ちょっと待って、マイマイ、危ない。オッケーオッケーオッケー、はい。ここ一旦入る。オッケー。おお、頭上で。いやー、ちょっと状況きついけど、タツはねー、状況が整えさえすればね、そっからいけるんですよ。くそ、いやー、オッケー。あー、危ない。生きてる、生きてるって素晴らしい。いけそういけそう。殴れー、ナイスー。よし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 、金落ちてくれ、頼む、金落ちてくれ。じゃあ、腰痛弁当こ行こう。ヨーツベ界隈完成です。さあ、京都ありがとうございました。金は出ないか。オッケーオッケーオッケー。でもね、これで990なんで、あと1回クリアしていきたいと思います。よし、ということで、これクリアしたらカンストということで、頑張っていきたいなと思います。実はですね、ここに至るまでにですね、だいぶ沼ってしまいましたので、結構実はあれから時間が経ってしまっています。ということで、ラスト頑張っていきたい。いや、マジで頑張りたい。そろそろ決めたいね、本当に。頑張ろう、マジ。爆弾ね。さあ、さっさと拾う。で、テーテレはやばいんで、さっさとやる。ありがとう。さあ、味方がしっかりとザコやってくれた。いや、この武器本当はな、こんな立ち回りしてる武器じゃないんだよな。おそらく片パの、うわ、片役漏れた。ここにだけでも入れとけば全然違う。片役に入れるだけで全然違うから、ほんと。さあ、しっかりと肩パッド、片翼入れてきた。で、テーテルもやってくれてるね。なんかすごいうまいぞ、このチーム。よし、ようやく俺のカンストチャンスが巡ってきた。危ない危ない危ない。オッケーオッケーオッケー、ナイス、味方さんナイス。オッケーオッケーオッケー、弾なんかめちゃめちゃ入りそう。これはスペシャル温存できるタイプのやつだ。この辺はしっかりと、おお、なるほど。オッケーオッケー、まずは納金終わらせて、これはね、ワンパンできそう。おい、よし、うまい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 。ちょっと今の取っとこう。さあ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 、ほい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 。さあ、一旦逃げる選択肢。オッケー。
オッケー、これスペシャルみんな温存したんじゃない？いやマジ、ウェーブの引きも頼む。いい感じのウェーブお願いします。さあやっていきましょう。フィンセント、通常ですかね、通常ウェーブですね。さあ引き続き頑張っていきましょう。なんかすごい上手かったんで、この調子ならいける気がする。さあ誰か見て、あーちちちち、誰も見てくれてねー。マジか、困った。あ、ナイス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 、ありがとう。あー危ない。オッケーオッケーオッケー。さあこの辺の雑魚は俺めっちゃ見たい、そういう武器。これパッと見てくれてる、ありがてえ。ヘビーもやりたいね、ヘビーいっぱいだね。あと一発、あー別のヘビーが来た。はい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 、いいねいいね。こんな感じでヘイトを分散させるのも大事。オッケー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 、ちょっとでも納品進めていかないとやばいな。そこカニ吐きてー、うわーこれやりたかったな。オッケー、これもやる、ついでにあれもやりたい。でなんかこの辺適当に打って、で塗り状況を良くする。オッケー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 、いい感じだったんじゃない。オッケーオッケーオッケー、弾も入りそう。この辺の雑魚は絶対俺の役割。オッケー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 、オッケー、よし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 、ほい、ナイスナイスナイス。だいぶスペシャル温存できてんじゃない、これ。これはいけるんじゃない最後。よし、マジ頼む、マジで頼む。そろそろ俺は睡眠を取りたい。お、夜だ。あ、夜じゃない、干潮だ。干潮のがね、おそらく楽だと思うんで頑張っていきたい。さっきね、干潮失敗した回ね、結構前行きすぎちゃって納品間に合わなかったんですよね。なのでなので、おー、なるほど。僕はこっち寄りに、この辺をちょっと、あーと思ったけど、と思ったけど、ここ拾いに行く俺は。これ下からのがいいのかな、下からのが良さそう。ちょっと余裕あるんで2個ほど行きつつ、なるほど、カニ、はい、オッケー、カニいい感じに吐けたね。いやでもこっからのカニが下手すぎる、パワーしかやってね結局。あと1体だが、ちょっとやりきれんなこれ。オッケー、はいはいはい、塗りたい、塗れろ、塗れた、よし塗れたんでかい。うわーちょっと待って待って待って、危ない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 、モグラをやるインクが残ってないっす。あーヘイトきつい。でもこれ俺がヘイトもらうのもありなんだよな、ここでやっちゃって。ナイスサメ、そのサメでかすぎ、いける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 、よし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 、いけた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 っぽい、よし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 、やったー、やっとカンストバッチだー。長かったぜー、いやー結構時間かかりましたね。ちょっと深夜にやってたんで集中力も切れてきてたかなというところでしたが、なんとか最後はカンスト達成することができました。ありがとうございます。ヨウツベさんも一緒にね最後終われたんで良かったんじゃないかなと思います。さあ金バッジをね手に入れる瞬間をお届けして終わりにしようかなと思います。いや今回ノーデスだ、いいね。北伝説アルバイター999、さあ報酬も3万5000近くいきましたね、かなりやりましたよこれは。さあということでじゃーん、金バッジ獲得です、ありがとうございます。
さあ今回ねちょっと珍しくカンストチャレンジをね初回というかねもうノラカンストやったんですけど、なかなかね面白かったですね。はい、一応ね全ステージノラカンストは達成しているんですけど、まあ今回ね初回ということで走ってみました。いかがでしたでしょうか。こんな感じでねサーモンランは結構最近参加型の生放送をたくさんやろうと思ってね準備始めているところというか、まあ時々やってる感じなんでね、よければ仲良くしていただける方いらっしゃいましたらぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。